結局二人で決着をつけることになったぜ、ドレイク。へえ、そうでないとな、ダル。俺らはまだ自分の価値を証明できていない。分かってんだろ。本番前の簡単なウォーミングアップ。みたいなもんだからよ。早速始めるけ、この死に損ないめ。真の男がどっちなのかを決めるときで。簡単にくたばってくれねえってことは分かってたんだ。お前の生き方じゃねえからな。でも知ってたか、それは俺の生き方でもねえ。残念だ、お前を殺さなければならないのが。お前がここまでうぜえやつじゃなかったら、きっといい仲間になれただろうによ。お前の手足をばらして死ぬまで叩き潰す時間なのぜ。